過ごしたかですね。日本の中でたくさんっていうのは僕はすごく音楽家を尊敬するところがあって、そのバイオリニスト、ピアニストたち。リサーチしてたくさん情報を得たものを消化する時間が普通は必要なんです。で、それをその消化して作品として生み出すまでのその時間ですね、そのある種クオリティが高くなるっていう効果が自分の中ではあります。したり、ドイツの方でも湖で、ジッパッカの G 線上のアリアっていう曲を合わせてスケッチを繰り返して出てきた形です。他にはそのバルセロナ、一つ作品ができました。それはすごくジャポニーズムとタトゥーですね、それを組み合わせてできたものです。まあ、あと、スペインの皆さんに伝えたいことは、
in the same path.